はい、基礎から学べるバレーボール上達法の阿部です。この動画ではバレーボールの技術を学んでいく過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回も質問の方ができます。今回の質問が A クイックで相手を避けるには何を意識すればいいですかという質問です。はい、じゃあ今回質問なんですけども、 A クイックでね、ブロックを避けるにはって話だと思うんですけども、ブロックを下げるには何を意識すればいいですかって話だと思うんですけども、基本的にまずこの説明をする前に、私っていうのはレフトプレイヤーでした。 A クイックをね常に打っていたプレイヤーではないので、 A クイックについてはちょっとね、なかなかその詳しくはないんですけども、私がね分かる範囲で説明したいと思います。A クイックっていうのは、基本的にはね、相手からサーブ打ちました、チャンスボールでもいいんですけど、ボールが来ました、時にセンタープレイヤーがねボールを取らなくて、誰かねレシーブをするとしますよね。そのね攻撃とかレシーブをします。そのねレシーブをする状況を見つつ、センタープレイヤーは A クイックに入りますと。で入ってって、それでセッターがボールをね上げるのを見つつ、ジャンプをしてねクイックを打ちますと。でその時に相手ブロッカーのね、その相手のセンター、仮にセンターがブロックすると思うんですけども、クイックをね入るときに相手のセンターブロッカーを見ながら、どういうふうにねジャンプを出して手を出すのかっていうのを見ながらジャンプをするっていうのは、これは難しいですよね。ボールを追いながらね、ボールのトスの状態を見ながら、相手のねセンタープレイヤーのブロックの状況を見ながらジャンプするっていうのは、これはね普通の人はできない、ほぼほぼできないと思うんですよね。できないと思ってもいいと思います。なので、これはねその相手のねそのブロックを避けるように助走入ってジャンプするっていうのは、基本的には無理なのかなっていうふうに思います。ちなみにね、相手がラリーなので体勢が整っていない、またはこちらの、ね、存在に気づいていないような場合を除き、基本的に相手はねマンツーマンで A クイックにブロックをされます。味方のセンターが、相手のセンターブレイヤーがマンツーマンで A クイックを、ね、ブロックするっていう風に、考えてもらえればいいと思います。つまりね、スピードがある A クイックでも、マークされている限り、しっかりね相手がジャンプした時にドンピシャでスパイクが来れば、ドブロックをねされてしまうっていうのは分かりますよね。必ずタイミング合いさえすればドシャッと食らってしまうね、必ずブロックが1枚つくことなので、そのためにね、センタープレイヤーは1枚ね、ブロックをどう抜くかっていうのが、とてもね、チームにとってキーポイントになるんですよね。つまり、センターが A クイックでね、しっかり1枚ブロックを抜くことができれば、これはね、技術が高い一流プレイヤーだと私は思います。で、話を戻しますと、A クイックでね、相手のね、ブロッカーを避けるように、スパイクを打つためにっていうのは、私はね、チーム内で、センタープレイヤーの人をよく見てた時に、セッターのね上げる位置で打つコースっていうのを分けていました。基本的にはセッターの上げたボールのコースにそのまま A クイックっていうのを打ちますよね。レフトプレイヤーみたいにね、クロスから入ってきて、で体を待ってってストレートにね打ったりっていうのは基本的にはしないですよね。センタープレイヤーっていうのは基本的にトスをね上がったのをすぐババンっていう風に打つことがね、いいね、速いスパイクを打つことがやっぱりね目的とされていると思いますので、センタープレイヤーでね相手のねブロッカーを抜くっていうのは、セッターのトスをねどこに上げてもらえるかって私はね打ち分けてもらった方がいいと思います。私のチームだと1が A で、このね鍵のマークみたいな、鍵のマークが A のターンっていう風な感じでトスを上げていました。A っていうのは普通にね、セッターのこの近くの方でトスを上げるんですけども、A のターンっていうのは、ちょっとね、トスを離すんですよね。打ち方としては、そのまま A っていうのはセッターの近くですね、そのまままっすぐ入ってきて、そのまま斜めにクロスに打つって感じなんですけども、で、そのターンっていうのは、ちょっと長めにトスを上げるので、クロスから打ってきて、体はこっち、こういう風にして、クロス側にターンして打つっていうですね。もう一回説明すると、A クイックっていうのは、普通のね、1番の A っていうのは、助走のままそのままクロスに打つのと、ターンっていうのは、助走まっすぐ入ってきて、トスをこっち側に流してもらって、ターンでね、こっち側に打つ。右に打つか、左に打つかっていう感じで、
クロスとターンっていうふうに分けてスパイクを打ってもらうとコースをね分けてスパイクを打てるので相手ブロッカーを避けることができます。一番相手スパイカーは助走のコースにそのままブロックしてくると思うんでそのままねまっすぐ打つとドシャッとされてしまうのでその、ね、セッターに上げてもらう位置をちょっとね調整してもらうことでその相手のねブロッカーを避けてスパイカー打てることができると思います。なのでスパイクをね打つその位置っていうのをちょっと長めにねトス上げてもらったりしてバリエーションを変えてねスパイク打ってもらうと相手ブロッカーはその A クイック の、 そのコースを絞りにくくなるのでそういった感じでねやってもらえたらいいのかなというふうに思います。あと A クイックで、ね、重要なのがスイングも重要だと思うんですよね。レフトスパイカーみたいにあのボー&アロースイングですね、引いてパコーンって打つね、スパイクフォームだとやっぱりね、その引いてスパイクを打つので、時間がね、かかって、振るまでにね、時間かかってしまうので、遅い A クイックになってしまうので、センタープレイヤーっていうのは、やっぱりね、その助走をしてすぐね、こういうふうに打てる状態、もう肘をね、開けた状態にして、すぐパパーンっていうふうに打てる、ストレートアームスイングですね。フォーアンドアローンっていうのは、こういうふうに引いてスパイクを打つんですけども、ストレートアームスイングっていうのは、助走してきてすぐに肘を上げてもこういうふうに肘を上げてこういう感じですぐポポンっていうふうに打つようなスイングにしてもらった方がよりね早く素早いね A クイックが打てると思うので打ち方をねストレートアームスイングすぐねポンポンってすぐ上げてポポンっていうふうに打ってもらった方が私はね早い A クイックが打てると思うのでそういったね感じでフォームをね改良してもらえればいいのかなというふうに思います。センタープレイヤーっていうのは私がね思う中でかなり重要なポジションだと思っています。一番重要なポジションだと思っているのがセッターで、二番目に重要だと思っているのがセンタープレイヤーだと思います。センタープレイヤーがね、かなり、ね、速攻に入って、相手のね、ブロッカーを引きつけることで、レフトプレイヤー、ライトプレイヤーっていうのが生きて、ね、スパイクを打てるんですね。センタープレイヤーがね、まあ、速攻に入らずね、全く速攻も A クイックも打たないと、相手のね、センタープレイヤーっていうのはもうレフトからライトにブロックね、もう構えてしまって、レフトプレイヤーがね、エースがね、いくらね、調子が良くても、強いね、スパイクを打てるとしても、2枚でね、ブロックをされては、なかなかね、その抜くことが難しくなってしまうんですね。なので、センタープレイヤーが、相手のセンタープレイヤーをね、A クイック等々で引きつけることによって、レフト、ライトっていうのが生きると思うので、まあ、センタープレイヤーをね、練習してる方っていうのは、しっかりね、A クイック、まあ、クイック等々で相手のね、ブロックを一人ね、引きつけるぐらいの力のあるね、センタープレイヤーにね、なってもらいたいなと思います。はい、じゃあ今回質問なんですけども、A クイックで相手のブロックを避けるためにはどうすればいいですかって質問にお答えしました。はい、動画についての質問、バレーボールする質問はコメント欄にお願いします。動画の方ね、高評価をお願いします。チャンネル登録しない方はチャンネル登録もお願いします。Twitter や LINE アットしています。よかったらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以下でバレーボールをやっています。チャンネル登録がよかったら見てください。また動画があります。必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。